人間はなぜ自分と他人を比較するのか。進化心理学に学ぶ比較の心理。こんにちは皆さん。今回の動画では私たちが日常生活の中でよく経験する自分と他人を比較する現象について考えていきたいと思います。例えば友人や同僚と自分の能力や成果を比較したり、 SNS で他人の投稿に対して自分の状況を照らし合わせてしまったり、そんな状況誰しも一度は経験したことがあるのではないでしょうか。この自分と他人を比較する現象は一見するとメンタルに悪そうに感じるかもしれませんが、実は私たちの進化の過程で重要な役割を果たしてきました。そこで今回は進化心理学の視点からなぜ人間は自分と他人を比較するのか、その理由に迫っていきたいと思います。1、進化心理学の基本概念。進化心理学は進化論をもとにした心理学の一分野で、私たちの心の働きや行動パターンが過去の人類の進化過程でどのように形成されてきたのかを研究する学問です。進化心理学で重要な概念である自然選択、適応、生存、繁栄について説明します。自然選択とは生物の進化過程において環境に適応する能力の高い個体が生き残り、次世代に遺伝子を引き継ぐ現象を指します。次に適応ですが、これは生物がその環境に適応するために獲得した特徴や行動のことを指します。そして生存繁栄とは、個体が自分の遺伝子を次世代に引き継ぐために生き延びることと子孫を増やすことを指します。進化心理学では私たちの心の働きや行動がこの生存繁栄に役立つように進化してきたと考えられています。これらの基本概念を理解した上で、なぜ人間は自分と他人を比較するのか、その理由を見ていきましょう。2、競争と協力のバランス。集団のパフォーマンスを最大にするきっかけになる。進化心理学の観点から見ると、人間は他人と自分を比較することで競争と協力のバランスを維持することができます。なぜこのバランスが重要なのでしょうか。人間は社会的な生き物であり、グループの中で生活することが生存繁栄に役立ってきました。そのためグループ内での競争と協力のバランスを適切にとることが個体の利益につながるのです。では競争心が強い場合と協力的な状況での比較の役割の違いについて見ていきましょう。まず競争心が強い場合、他人との比較は自分のステータスや能力を向上させるための重要な手段となります。他人と比較することで自分がどの程度の位置にいるのか把握でき、努力すべき点や改善すべき点を明確にすることができます。これにより個体は自己の能力を高め、競争相手に勝つことができるようになります。一方協力的な状況では他人との比較は異なる役割を果たします。協力する相手を見極めることが重要であり、他人と自分を比較することでどのような相手と協力すべきかを判断することができます。例えば他人が自分よりも優れた能力を持っている場合、その相手と協力することで自分もその能力を活用でき、共同でより良い成果を上げることができるでしょう。このように他人と自分を比較することは競争と協力のバランスを維持し、個体の生存繁栄に役立つ進化的な意味があるのです。3、ソーシャルメトリックス理論。さらに他人と自分を比較する心理現象を説明するもう一つの理論としてソーシャルメトリックス理論があります。この理論は人間が自分と他人を比較することで自分の社会的地位や関係を測定し、自己評価を調整することができると提唱しています。ソーシャルメトリックス理論によれば、人間は他人との比較を通じて自分がどのような地位にいるのか、どのような人間関係を築いているのかを把握することができます。例えば他人と比較して自分が優れていると感じると自己評価が向上し、自信を持つことができます。逆に他人と比較して自分が劣っていると感じると自己評価が低下し、自分を改善しようと努力することができます。このように他人との比較を通じて自分の社会的地位や関係を測定することは、自己認識や自己評価を適切に保つために重要な役割を果たしています。進化心理学とソーシャルメトリックス理論を組み合わせることで、人間が自分と他人を比較する心理現象をより深く理解することができるでしょう。4、ミラーニューロンの役割。社会への適応を促す。
他人との比較がどのようにして私たちの心に作用するのか、さらに具体的な視点から見てみましょう。その鍵となるのがミラーニューロンという神経細胞です。ミラーニューロンとは、他人の行動を観察するときに私たちの脳内で活性化される特殊な神経細胞のことを指します。つまり、他人の行動を観察することで自分自身がその行動を行っているかのように脳が反応するのです。この現象は、他人と自分を比較することで自己評価を調整し、社会的な適応を促す役割を果たしています。例えば、他人が成功している様子を見るとミラーニューロンが活性化され、自分も成功したいという意欲が湧いてきます。また、他人が失敗している様子を見ると自分が同じ失敗を犯さないように注意することができます。このようにミラーニューロンは、他人との比較を通じて自己評価を調整し、社会的な適応を促す役割を果たしているのです。ミラーニューロンの研究からもわかるように、他人と自分を比較することは私たちの心に深く根ざした本能であり、社会的な適応を促す重要な役割を果たしています。ご自己強化と自己保護、困難な状況への対応力を強化する他人との比較が、私たちの自己強化や自己保護に役立つこともあります。自己強化とは、自己評価を向上させる行動や思考のことを指し、自己保護は自分を守るための心理的な仕組みです。自己強化の例として、他人と比較して自分の長所や達成を認識することが挙げられます。他人との比較を通じて自分の成果や能力を肯定的に評価することができます。これにより自尊心や自己効力感が向上し、自己評価が高まります。一方、自己保護のために他人との比較が利用されることもあります。例えば、失敗や困難な状況に直面した際に、他人も同様の問題を経験していることを認識することで、自分だけが問題を抱えているわけではないと安心させることができます。また、他人が同じ失敗を犯していることを知ることで、自分を過度に非難することを防ぐことができます。このように、他人との比較を通じて自己強化や自己保護を図ることで、私たちは自分自身を肯定的に評価し、困難な状況に対処する力を持つことができます。6、現代社会における他人との比較がもたらす弊害。原始時代には、他人との比較は生存や繁栄に必要な行動の一つでした。他人の成功を観察し、それを自分の行動に取り入れることで、生存に有利な戦略を学ぶことができました。しかし、現代社会では、他人との比較が悪い方向に働くことも少なくありません。つい他人と比較をしてしまった場合は、以下の弊害を思い出してください。6-1 情報過多と SNS の影響。現代社会では、SNS などのインターネット技術の普及により、他人の生活を知る機会が格段に増えました。しかし、SNS は多くの場合、他人の成功やハイライトを強調する傾向があり、これにより自己評価が低下したり、リアルな人間関係に対する過度な期待や不安を生むことがあります。6-2 成功体験の過大報告。メディアや SNS は成功体験を強調し、失敗や挫折を見えにくくする傾向があります。これにより、自分だけがうまくいっていないと誤った印象を持つことがあります。 6-3 過度な競争心。他人との比較が過度になると、自己価値を他人との競争によってしか測れなくなる可能性があります。これは過度なストレスや自己否定感につながり、精神的な健康問題を引き起こすこともあります。 6-4 個人の多様性の無視。他人と自分を比較するとき、この状況や能力、目標の違いを無視する傾向があります。これにより自分自身の成長や成功を妨げることがあります。これらの理由から、他人との比較が問題を引き起こすことがあると理解することは重要です。自己評価や行動を他人との比較に依存させるのではなく、自己理解や自己需要に重きを置くことが求められます。まとめ、今回の動画で説明した内容を簡単にまとめてみましょう。人間が自分と他人を比較する理由は、競争と協力のバランスを維持し、自己評価を調整して社会的適応を促すためです。また、他人との比較を通じて適応的な行動を学び、自己強化や自己保護を図ることができます。ただし、現代社会では他人との比較が弊害になることもあります。生存するための必要以上に比較をすることによって、必要以上のストレスを抱え込むことがあります。
他人との比較のメリットを把握しつつも比較をしすぎて落ち込んでしまった場合は、この動画でお伝えしたことを思い出してくださいね。この動画が自分と他人を比較する心理現象についての理解を深めるきっかけになれば幸いです。もし面白いと感じていただけたら、チャンネル登録やいいねをお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。